こんにちは。FF14 完全ソロプレイ中のミンです。今日は冒険者招待と一緒にシリウス大灯台ハードに行きます。ではまず攻略任務を受けます。シリウス大灯台ハード。ここをタンク斧のエルチさん、ヒーラー幻術のリリバさん、DPS 弓のケダトモーイさん、そしてリーパーの私ミンで行ってみたいと思います。ではここを任務開始。突入。シリウス大灯台のハードじゃないやつも冒険者招待で行って苦戦した覚えがあるんで、今回も頑張ります。ここが今実装されてる冒険者招待で行ける ID のレベル順でいくと最後のコンテンツですかね。ご飯を一応食べときましょう。じゃあ行きましょう。なんか光ってるけど、弱くない？どういうことなんだろう。レベル60進化だといろいろ使えない技もあるのか。これで道ができると。いっぱい来てます。対応お願いします、タゲオ。待ち危ない。これは何ですか？
ええ、こんなんだっけ。なんか道も違いますね。なんかいるし。私に何かが。これは何でしょうか。どうすればいいんでしょうか。え、どうすればいい。あ、何、本当にどうすればいい。取れた。あ、え、あのボスにつなげればいいって感じかな。またできた。え、え、どういうこと？ちょっとわからないです。痛い痛い痛い。え、やばくない？何かがつながってます。でもとりあえず倒せば。もうわからない。よくわからないけど倒せた。あの繋がってる紐は一体何だったのか。ん？え？こっちか。全然道も、え？全然道も違いますね。あ、分かった。この間は上の方に行ってたけど、ハードは下の方に行くって感じかな。あ、また避けれる技を使いこなしていない。いっぱいいます。エレスさん、鍵をお願いします。よし、
こっちやばいです。でもここはなんか見覚えがあるんだけど、鍵を落とした。宝箱発見。はあ、開けます。出てきた。やばいです。死んでしまう。落ちてきたかな。これが何なのか。もう倒しちゃいましょう。よし、倒せた。でいいのかな。こっちから来たような気がするんですが。え？ここ崩れてこっち行けそうじゃないです？あ、落ちるのか。ん？なんかあっち行ったけど。え？ボムがやだ。なんか出てきちゃいそうだもん。
なんか後ろで戦ってそうな気がするな。やっぱり。なんかが開いた。いいだよね、こっちで。倒せた。はあ。ん？もうわからない。でもこれを早く倒した方がいいような気がするんですよ。なんか何あれは何なんか壊されていけないやつのような気がしてきた。とりあえず倒してきた。待って、あの壁もやばいような気がするんだけど。てかさ、これを倒せばいいんだよね。この本が出てくるやつを。あー、ほら来ちゃってる。よし。で、ここに宝箱があり。こっちだな。で、え、これで何？ラスボス？あー、こういうやつね。かわいいじゃないか。可愛くない。なんか出てきた。魔人のランプ的な。
やばいやばい、この人やばい。こっちもやばい、完全に。ん？何が起こってんの？ハザーボム出てきた、ハザーボム。何があったの？怖すぎるわ。唱えてる。なんか出てきてる。なんか倒した方がいいと思うのさ、こういう系は。よし、例えばリミットブレイクあるんだった、使っておきましょう。倒した？倒したっぽい。お、一回も全滅することなくクリアできたんじゃ。大東大ハード、よし、クリアできました。このメンバーですね、いつもの。じゃあ脱出します。